はないと思うけども、まあそれ、まあ、ぶっちゃけなんですよ、当たってなくても事故は事故なんですけど、はい、当たってなくてその手前で危ないな思ったら回避して転倒しとんか、はい、うん、ちょっと傷見る感じ、その明らかに明確な傷がちょっと私らの方もまだ今のところ分かってないんで、はい、運転手さん的にどうなんかなって、実際にドンって当たっとんか、まあ、はい、いやドンとは当たってないですね、おそらくね、これぐらいの車がゆっくりの速度で来ても、はい、ドンっていう当たりにはなると思うんですよ、うん、まあ僕も急ブレーキかけて手元ブレたもんやから落とし物なんですけど、はい、それ取りに来たんですけどね、はい、ちょっと今身分証明書がなくてどうしたらいいもんかと、落とし物はそれって連絡されてますか、うん、これが届いて、平日の日中のみなんです、あ、そうなんですか、はい、でもう一点、先ほど交通事故に遭いまして、はい、僕それでね、まあちょっと以前ここで逮捕されたことがあったんですけど、まあ偽陽性ですわ、正直ぶっちゃけ言うとね、陽性じゃん、陽性なんですか、間違いなく、お前これ お前で言うのかな、あちゃうやんすよ、後から僕はしつこく調べましたね、 DNA のことまで調べました、まあ、それはいいとして、それはいいとして、さっきね交通事故で一時不再理ありますやんか、はい、僕執行猶予中やけど、でね、先ほど交通事故がありまして僕跳ねられたんですわ、うん、でその後なんか知らんけど駐車痕の有無であるとか最後しゃぶいてやったとか散々聞かれまして、それ聞くよ警察官に、はい、前やってるっていうのあるんだから、いやで令状持ってこい言うたんですよ僕、え聞かれるよって言うんだよ、まあ、身体検査で、だから持ち物とか全部僕出さされて、違います、出せ言われたから、そうなるんですか、で令状なしの場合もそれ OK、 令状なしの場合もそれ OK、 令状で自分で出さんと敵に出したらこれ出したわけちゃうやろ、出せ言われたから、それでいいんですか、ほんじゃ今度からええわ、もう令状持ってこんの無理って言ったら、かっこいいこと言ったらええやん、かっこいいこと言ったらええの、ほんまに、ほんまに、ああ、ほんならあれですね、弁護士呼んでこいって言ったらいいんですか、まあまあそれだけ冗談です